はい、ではまず最初にですね、ブレンダーの、基本操作の方の説明をしていきたいと思います。操作はもうほぼショートカットで行いますが、ショートカットに関しては、この左下の方に、文字が出てきますね。これは操作している内容が表示されますので参考にしてください。ではまずですね、これ 3D 画面を回転させるショートカットですね。回転させるには、マウスの中ボタン、ホイールのところですね。これをグッと押し込んで、ボタンのように押し込んで、クリックして、そのままドラッグします。そうすると、画面をこのように回転して、いろんな角度から見ることができます。画面の回転ですね。マウスのホイールをボタンのように押し込みます。押したままドラッグですね。じゃ続いて、今度は画面の移動です。画面の移動はですね、同じようにマウスの中ボタンを押して、シフトと合わせて押します。シフトプラスマウスの中ボタンですね。でそうするとこのように画面を動かすことができます。はい。で続いて、画面の拡大縮小ですね。画面の拡大縮小は、マウスの中ボタン、ホイールをですね、前後に転がすと、このように、拡大縮小することができます。このような感じですね。で、拡大縮小に関してなんですけど、まあ、後々こう制作しながらですね、細かく、拡大して、ちょっと微妙な作業をしていきたいと。丁寧に作業していきたい場合ですね。その時、スムーズに拡大縮小して作業したい場合が出てきます。ちょっと近寄りすぎたとか、遠くなりすぎたとか、微調整が難しい時ですね。でその時便利なのが、このコントロールを押しながら、中ボタンを押してドラッグすると、こうドラッグした分だけスムーズに拡大縮小できます。はい、これも便利なので覚えておいてください。コントロールプラス中ボタンプラスドラッグ。これでできます。はい。これが、マウスによる、画面の操作ですね。で、続いてですね、点キーでの、画面の操作について説明していきたいんですが、まあ、その前に、まずですね、この座標、座標軸の方の説明したいと思います。まあ、最初にですね、表示された状態だと、このように、青い矢印が縦方向。で、緑の矢印が奥行き方向。で、赤い矢印が、左右の方にこう伸びていると思いますが、これ、まあ、それぞれ、まあ、左下の方にありますね。左下の方にですね、座標軸の説明があります。これですね。青が Z、緑が Y、で、赤が X となっています。で、これですね。まあ、この 3D の画面上で前はどこかというと、まあ、この状態が、こちらの面が前になりますね。この緑の方向、Y 方向のこちらが前になります。で、赤い矢印、これ X 方向ですね。これのこちら側が右側になります。で、反対側が左側。で、青の矢印の方向が上。その逆が下となりますね。これ、特に、気をつけていただきたいのは、この X 方向ですね。赤の X 方向。これが横になるようにして、そして緑の矢印が後ろの方に行っている状態ですね。でこの状態が正面から見ている状態ですので、この左右をちょっと間違えてしまうと、例えば横向きに、物を作って最終的に完成したらオブジェクトが横向いちゃってたということがありますので、これ作るときは、正面を見た状態で、きちんと作る。この赤い矢印が横に向いてるっていうのを確認して作っていくといいと思います。じゃあこの座標軸を
踏まえた、前提でちょっと点キーでの画面操作の説明をしていきたいと思います。まずですね、点キーの、4と6ですね。4を押すと左側の方向にこう回り込んでいく。で、6を押すと右側の方に回り込んでいくという回転、左右に回転するためのショートカットですね。で、4と6が左右回転で、これも点キーの見た目上で分かりやすいんですけど、今度は2と8ですね。2と8でやると、今度は上下の回転ができるようになりますね。はい、4と6が左右、2と8が、上下ですね、の回転ができます。で続いて、点キーの1を押すと、フロントから見た画面に切り替わります。1はフロントですね。で次、3。3をやると、ライト、右側の方向から見た状態になります。で続いて、7。7を押すとトップ、上から見た画面になりますね。で、それから9なんですが、9に関してはですね、今表示されている画面と逆の方向を切り替えをしてくれます。例えば今トップから見てますが、ここで9を押すと、トップの反対、ボトム、下の方から見た状態になりますね。で、もう一度押すとまたトップの方に戻ります。で、1を押して、フロントから見た状態で、9を押すと、今度はバック、今度は後ろから見た状態になりますね。で、もう一度押すと、フロント、正面に戻ります。で、引き続き、3番押すとライト、右側から見た状態で、で、9を押すと、その逆方向であるレフト、左から見た状態になります。この9番は、9の電キーは、切り替えで、使います。で、残っている、5ですね。5は何かというと、まあ、押してみると、こういうふうに、ちょっとなんか画面の見た目が変わりますね。これ押すと切り替えができるんですけど、これ平行投影と透視投影の切り替えができます。3D 起動した状態ですね。このブレンダー起動した状態ですと、この画面の左上の方ですね。透視投影とありますね。これは物を立体的に見ることができる。奥行きがある状態ですね。パースがかかっている状態です。奥に行くほど物が小さく見えると。で、手前に来ると物が大きく見えるという状態がこの透視投影の状態ですね。まあ私たちの目で見えるものはですね、一般的にはもうこういうふうに見えるんですが、手前が大きく、奥行きが小さ、奥のものが小さく見えるんですが、まあ、これだとですね、ちょっと物を作ってるときには若干歪みが出てしまいます。近くのものが大きく見えて遠くのものが小さく見えてしまいますので、ちょっとあまりにもこのパースが偏りすぎてるとですね、歪んだ状態で、ちょっとバランスを崩した状態で作る恐れがあるので、この時はですね、もう一度5を押して、点キーの5を押して、平行投影にします。こちらが平行投影と表示されていると思います。で、そうなってくると、これ、奥行き感がないような状態ですね。近いところも、遠いところも、同じサイズで見えます。こちらの近いところの幅も、遠いところの幅も全く同じように見えてますので、歪みがない状態で、オブジェクトを編集することができます。まあ、最初の頃はちょっと慣れないかもしれませんが、歪みなく、オブジェクトを作り込んでいく場合は、この方が、編集しやすいと思いますので、慣れていきましょう。5番で、平行投影と透視投影を切り替えます。それからですね、今後、平行投影、こちらの方で、編集作業を行っていきますが、この点キーのプラスとマイナス、押すと、これ先ほどのマウスのホイールで、やったような拡大縮小ですね、ができます。これも、ショートカットですね。これはあまり使わないかなと思います。で、もう一つ、
点キーのドットですね。ドットを押すと、何が起こるかというと、これ選択しているものを画面に最大表示させるという役割を持っています。例えば、この、まあ、オブジェクトを右端に置いておいて、で、ここでドットを押すと、ここに、さっと画面いっぱいに拡大していきますね。適当なところに置いてても、ドットを押すと、さっと。まあ、今、一つのオブジェクトしかないので、あれなんですけど、こう、いくつかのオブジェクトがあって、そのオブジェクトだけを、さっと画面いっぱいに表示したいっていう場合は、もう、こう、選択して、ドットを押すと、目いっぱい画面に広がって、作業しやすいような状態になります。はい。点キーでの、ショートカットは、以上になりますね。まあ、これらの、画面操作、すべて、ショートカットで行うと、作業効率が非常にはかどりますので、ぜひ覚えてください。